はいどうも、カッパ園長です。それでは、こちらの動画でもね、えー、あチャンネルでもね、あのこのサッカーワールドカップの話を、えー、4つほど見ていくんですけども、えー、最後に1個だけあの、岸田総理のお話ですかね。<laughs> えとまずサッカー、この日本がほらスペインにこの逆転勝ちしたじゃないですか、でこの2点目が結構物議を醸した。でも実際、この試合中にさ、時間中にこの VAR 判定で、 着ついた話じゃないですか。ね、うん。ただこれにね、イチャモンつけて、なんかこのこれをひっくり返そうとこのあがいてる人たちが世界にはまだまだ結構いるんですよ。例えばこのドイツですよね。なんかね、このドイツの人たち。 まあなんだろう欧州の骨にららみたいなこと言われるだけあってねやっぱりこういうなんか見苦しいことをいつまでもこのグダ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 やるわけですかね、うん、やってるんですよ実際うんでね何つってるかっていうともうねなんかこのドイツドイツ国ドドイツドイツツの人なんか8 3 1 3万人ぐらいなんか8000万人以上いるんですよねうん。 なんかこの思い知らせてやるみたいなね八8000万人ね我々ドイツの怒りを思い知れみたいな感じで VAR 判定なんかこの国際問題化させて、ね、FIFA になんかこの訴えを起こすぞみたいな勢いでねなんかこの土地狂ってるんですよねうんんなんこの人たちは本当はっきり言って普通に迷惑じゃないですかうんでしかも面白いっていうか,なんか笑っちゃうのがねあれは VAR の誤作動だっつってるんですよ まあ,ちょっとね、ありえないことが、ね、ちょっと我々日本国民の常識と照らし合わせると、ね、もうなんか決着ついた話じゃねえのってとこなんですけどもこれをどうにかして、ね、あのひっくり返そうとあがいている人たちが、まあ、ここに書かれている通りだったら、ね、1億人近くもいるっていうことなんでびっくりですよね。まあ、そんなにあれですかね日本の誰かとか何かとかがなかこの結果出したり活躍するのがやっぱ面白くないんでしょうね。うん まあサッカー強国のプライドだかなんだか知らないですけども。で、えー、この日本代表のこの VAR 判定ですよね、あの三笘選手の国際問題化、ね、国際問題化してるって言い切ってるけど、要は国際問題化させてーんだろ、うん、しかもこれね、誰が言ってるかっていうと、えー、とこのド,イドイツが、ドイツ社会が、ね、もう,う8000万人、発狂してるぞ。 でなんかスコットランド代表の OB とかいうやつがね、うん、こんなこと言ってるんですよ。なんだ <laughs> 酔っ払ってんのか、お前。うん、っていう話があって、でえー、でしかもその,の VAR でこの前田選手の頭で <laughs> 誤作動したっていう、そういう主張をね本当にしてるんですよね。いやいやいや、いやお前らの頭がおかしいだろう。うん しかもね、これまあご存知の人もいると思いますけど、この VAR、ね、このテクノロジー、ね、テクノロジー、テクノロジーって、ほら、本田さんも言ってましたけど、このテクノロジーの,このボールですよね。このボールにね、このセンサーが実はこの埋め込まれててね、うんで、しかもこれ作ったのっていうか、これ、ドイツが用意してるんですよね。ドイツ製の、ドイツ製のセンサーだったっけ。この仕組みを作っ考えたのがドイツの人だったんだっけ。 何かしらこのドイツが用意した、えー、このセンサー内蔵のこのボール、うん。なのにこのドイツが、ね、ドイツがドイツもこいつもみたいなことになってるんですよね。うん。何なんだろうね、この人たちはね、本当で、まあこのワールドカップで三笘選手のこのゴールで注目されているこの VAR、この空間位置データっていうのはリアルタイム収集するセンサーが、このボールに搭載されてるんですよ。すごくないですか蹴っ飛ばして壊れたりとかしないのかな、これ。で えー、このゴールラインカメラ、三、え、笘、ー、選手の世界大注目アシスト、えー、FIFA, FIFA がもうさ、ね、OK って認めてんだからよ、えー、ゴールラインカメラの映像公開で判定の正当性を確認、まあ、この辺の詳しい話は、この次の、うん、次の次の動画かな、うんまあ、見ていきますんで。 えー、ボールの右側がわずかにライン上に残っていることが確認され,そうだから確認されている話をこれ、ね、ひっくり返そうという試みがさっぱり理解できないですよね。な、うん、えー、何でか分からないですけど元スコットランド代表ミッドフィールダーグレアム・スーネスとかいうやつが出てきて、ね、日本の,この、ね、2点目の,このゴールに大、ね、々的にこのケ,チついてケチつけて吹いて回っているらしいんですよね、こいつが。うんまあ、この人だけけじゃないいっぽいんですけども えー、森安監督率いる日本代表は現地時間12月1日のカタールワールドカップグループリーグ第3節でスペイン代表と対戦し2対1の逆転勝利を収めたと。えー、日本の決勝ゴールをめぐる議論が白熱していて元スコットランド代表ミッドフィールダーグレアム・スーネスさんは8000万人のドイツ人が今まさに発狂してるんだと語り決定的な画像の公開を国際サッカー連盟に求めている。でこれまあ 結論から言うとねこの次、その次の動画で見ますけど、FIFA はこれね、グーの根も出ないように、このああでもない、こうでもない、ケチつけて、ね、覆そうとしているやつらをこの黙らせる、ね、このまあ証拠っていうか映像っていうか画像を出すんですけどもね。うん、だからまあ、こうやってね、このぶつくさぶつくさぶたれてるやつらは、結果的に恥かくことになるんですけども、 まあこのどういうシーンで、どういう状況でねこういうことが生まれたかっていう話はもう多分ご覧のあなたもご存知だと思いますんでえまあ各国メディアのこのこファンメディアやファンの間で日本の決勝ゴールをめぐる議論が白熱する中 FIFA に証拠の公開を求めている1人がこのえ元スコットランド、なんたらかんたら、えー、グレアム・スーネスとかいうやつ。 日本が1位、スペインが2位通過を決めた一方、ドイツは勝ち点でスペインに並びながらも得失点差で3位になって敗退が決まったと。で、このスーネス C 枠、8000万人ドイツ人がボールが外に出なかったことを示す写真を待っていて、今まさに発狂してるんだと指摘して、す、え、べ、ー、てのテレビ局評論が関心を持つ人がその写真を見たいと思うだろう。なぜ FIFA はこれほど物議をかもし、ドイツに多大な損害を与えたものを見せないのか。なぜ我々に見せてくれないのだろうか。 っって言って言るんで、すよねで、えー、世界的な論争になっている事象であり、未だに FIFA が公開に踏み切らないことにゴーニアス,スーネスさんは、徹底的な写真を出さない限り何か不都合なことが起こってるとしか思えないと。追及の構えを見せていると。だからもう場合によってはロシア、あロシアじゃない <laughs> えっと。FIFA を訴えるみたいな。だから日本のロビーだみたいなことが言いてえのかな。うん。冗談じゃねえよと。何言ってんだよって話じゃないですか。 でまあ、ピッチ外で思わぬ騒動に発展,発展しているものの森安ジャパンスに気持ちを切り替え、12月6日の決勝トーナメント1回戦で激突するクロアチア代表戦を見据えている。逆境を乗り越え,てえー、乗り越え続けてきたサムライブルーの底力が再び問われる一戦となりそうだ。これ日本のマスコミがさ、ね、わざわざ場外乱闘みたいな、ね、日本の預かり知らぬところでこのブー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 打たれている。うん こういう記事を、まあ僕はあのネタとして使わせてもらってるんで別に文句はないですけども、うん。なんだろうね、このやたらにこの日本ではないこの対戦相手目線とか、このドイツ目線とか、これは客観的にっていうこの装ってるつもりなのかもしれないけど、悪意を感じますよね、普通に日本に対して。うん。これがなんかドイツメディアがとかね、じゃあこのスコットランド云々だから、このそこ、そう。 あよその国のやつらのね、この主張でしょ、ね。その国のメディアが言っていることを引用して取り上げるとかじゃないですからね、うん。気持ち悪くないですか、普通に。相変わらず日本のマスコミってこんなもんばっかですよね。うん、まあね、とりあえず、あの、なんかそういう騒ぎがあったっていうお話です。えー、今回以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。